どうも、アイスの田中翔太だ。アイスのエビです。アイスのアイスの、はい、スタドンです。セーブ早く解決で、今回はあの大人気のスタドンさん、僕らはあんまり曲ではないんですけど、めちゃめちゃ美味しくて、もうがっつり夏バテ防止の丼でございます。というわけで今回はね、もう全部買ってきております。はい、で僕から知ったんですけど、ちょっとごめんなさい皆さん、人の目には聞いちゃいけないっていう今回このルールなんで、全員自分のね目に送ってもらったんですけど、ちょっとないものがありまして、ないというかお持ち帰りができるんで、できへんねって言われてるものがありまして、まず一つなんですけど、杏仁豆腐、こちら俺とエビが頼みましたけど、杏仁豆腐なかったです。何になったの？キムチ。スーパーヒーロー。これお届きだったもん。まあほぼ杏仁豆腐よ。そうだよ。スーパーヒーロー。あんま変わらないから、赤いところ一つ変わったぐらいで、あと一つが餃子ですね。ハイテ君が餃子頼みました。餃子頼みましたよ。なんと売ってなかったです。売ってなかった。で最終的に俺ら足りないんですよ。なのでマヨネーズを、それマヨネーズなんだ。そうマヨネーズで帳尻合わせました。ハヤテとかに関してはさ、軽くなったんじゃない？そうですね。まあ餃子っていう選択もしかしたらミスだった可能性も、まあ俺はミスだと思って。でも半餃子って3つじゃん。あ、半餃子ってあれじゃないの、6個並べてこの半分だけ乗ってるパスって。それは一緒だ。多分食べやすいけどね。ってな感じで、じゃあ挨拶順で、早速やっていきたいと思います。はい、それではいきます。はい、それでは1番で私でございます。一応メニューにね、マイナス100円にするとミニにできるんですよ。ネギ盛りスタドンのミニです。もうね、正直横に普通のサイズがあるんですけど、正解だと思いました。で、あとこちらとろろですね。キムチ、卵、マヨネーズです。じゃあ僕は全部かけてからのスタート。みんなそうだよ。俺でよ。やべえ、ちょっと久しぶりすぎて緊張してきた。1番タク、よースタート。いただきます。どうなんだい、そこまで盛り物したら。まあそう、食いづらそうにやってるけど、間違いなく飯ってどうだろう、ね、あ、でも早そうだね。1分切りそう。ミニってのが強いじゃん。うん、とろろは強いかも。うまそう。でしてどやん。まあきついだ、ニンニクがね、効いてますから。その首の動きいる。はい、どうぞでしょう。いや、めちゃめちゃきつい。めっちゃ噛むんだけど。あ、タクは案外やばい。あー、タクの記録2分19秒66。まあスタドンだからわけが違うから。1枚の量がでかい。気をつけた方がいい。ってなっちゃうから。ということで、私が頼んだのがチーズスタロンの肉増しと温泉卵がついてて、温泉卵を追加で頼みました。トッピングいっぱいしてくるっていう方法を絶対やってくるなって思ってたんで、俺までそれをやって本当にこの動画は面白いのかっていうところに。ずるいじゃん、ずるいじゃん。何が？いい位置に一人だけ行きやがったな。こっち来ればいいの。それでは翔ちゃんの挑戦、よーいスタート。いただきます。お肉、重いな。すごい、俺の食って2倍ぐらいあるね、よ。やば。早いね。うん、はい、それでも早いね。ミニだったらもう終わってる？終わってますね。いつの間にタクアの音？本当だ。タクアの音した？ごちそうさまでした。おお、いや張ってるかなって。ああ2分かかったぐらいじゃない？見てる感じ気持ちよかった。そうね。何それ、めっちゃかかってたってこと？2分39秒。ああ、エボよ。あの量、あの量2倍。くそ。ごちそうさまでした。ということで3番手は私でございます。ミニスタ牛丼のとろろのやつですね。おいとろろ、反響だったのがキムチになったのと、プラスのマヨネーズと。まあとろろを選択したのがね、今の試合見た感じちょっと良かったのかなと思うんで、いただきます。はやてくん、スタドンチャレンジ、よーいスタート。久しぶりに見た。お、すごい早い。やっぱとろろすごい。
いいねでもとろの部分がもうなくなった後キムチとマヨネーズは最後にいくとさっき飲んださあマヨネーズは絞りと辛かったやばいそれやお前それやるの分かるやんはい、おっとじゃあ、ハイテクなタイムを発表したいと思います。感想どうでした？非常に自信があります。自信があるこれだけだったら俺は間違いないナンバーワンだと。え、俺これやれる。もう言う前に否定してくるんだ、お前。ハイテクのタイムを発表します。2分。マジ?1秒。おー暫定1位おー来た いい勝負になりそう。せいぜい頑張ってください。じゃあ続いて終わりです。トロスター丼の普通盛りで乗ってる温玉とトッピングで温玉とろろでキムチあでマヨ一緒だな似たりよって最近はずっと入り君1ですからそうだなこの曲強いまあでも1分半切りたいなおお1分半じゃんそれでお前1分半かられたらもう何も言えよエビ君のスター丼チャレンジよーいスタートいただきます飲めるぞとろろがあればああそういう作戦ね肉を先食べちゃう。ご飯しかないもん。なんなら、トロロスだけ食べる。トロロないで、この飯きついよ。やばいよ。でも早いわ。1分半を切れるのか、そして早く君を抜かせるのか。そっか、早いで、2分1、2分1秒。とりあえずそれを切れば、エビ君優勝なんで。あ、はい。きつ。正解だったら先に肉食ってからとろろとかかけるの。予想タイムは。入ってた入ってるかもね。エビ君のタイム2分。お。おかしいよな。なんか望んでない感じする。いやいや望んで望んでる。もう僕は王者ですよ。スタードの枠は。初の。初冠。いやね。やっとだよ。あらした。早い。本日もご視聴ありがとうございました。次回のアクシデンターズは柏レカロリーリレー。お流行っての顔が死んでます。苦しいそうです。これはケンタッキーかな。パン食べてんな。ほなスタバとちゃうか。カロリーリレーみんなでどんどんつないでいっぱい食べよう。